君絶対インポスターやろ。わいは知っとるんやで。くる。早かったかな。ちょっと押してもらおう。早くなっちゃうかもしれないし。うわー、オラフ君が四足歩行になってる。ナイス。最高です。ありがとうございます。ナイボ。ナイボ。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。ミキさん、後で墓場の方で待っててください。え、何があったっすか？危ないな。優しいな、みんな。僕は入れましたよ。え、僕が入れたんで嘘ついてます。お、ノラで大丈夫です。ノラで。チン。黄色。あれかと黄色。誰だっけ、キッチン。ナイス。内部高いですね。白いボタンだ。手の前に消しときます。ナイスです。じゃあお疲れ様です。じゃあお疲れ様でーす。ということで、様子見ということです。バイバイ。さよなら。優しいな、みんな。綺麗に。ボタンを押した人に1票ずつ入っていくみたいな。茶オレ茶オレ抹茶オレ抹茶オレ茶オレピンク。めっちゃフェイクタスクっぽいな今の。楽屋さん、赤きか。茶オレピンク。茶オレピンク。すぐ死ぬやん、あいつ。ナイスいつも初手ではないんじゃん。セキュリティアルマさんです。カメラの前でした。はい。で、心電図を私見てて、どんくらいだったかな。リアクターが鳴り始めたぐらいに見始めたぐらいだと思っていただければ。リアクター鳴り始めた。その時はまだ死ん、あ、失礼。リアクター、ん ?15 秒ぐらい前です。はい、すいません。15秒前。はい。自分、キイチです。ラウンジです。経路としては、トウヤさんとメインホールで分かれて、電気室、診察室、貨物室、ランジです。あ、LG ですか。LG もだいぶ近い位置なので言うと、序盤、エンジン脇で、キッチンと、展望デッキでタスクした後に、セキュリティを超えて、エレクトリカルでタスクをした後に、リアクターが鳴って、で、メインホールで酒屋さんと左が来る酒屋さんと合流しているので、相当黒い位置います。そうですね、最後、下から上がってくる LG 見ました。はい、トーヤオラフエロちゃんが多分30秒キルクル明け以降はずっとコックピット付近にいたので、はい、無理だと思います。トーヤオラフエロちゃん、はい、エロちゃん、僕、エロちゃんさんってどこに行ったんですかね。トーヤさんは、通信室あたりでこうなんか一緒に行って、あ、なんかコックピットで端末見てましたよ、エロちゃん。あ、オッケーです、オッケーです、じゃあオッケーです。ゾニキさん難しいかな、はい、初手合ってるのと、はい、昇降機で移動式の床に乗って右直そうとしてたんで、はい、先端さんのことも言いますよ、ゾニキさん目線で。うん、ゲンさんの、死亡推定時刻が正しいのであれば、はい、リアクターの手割りとすぐに、右側に先端さんが来られたので、厳しいのかなと思います。体内時計に自信がないので、診察室からセキュリティまで一本道で行ったと思ってください。あ、了解です。それくらいの時間です。はい、左直した方は
あ、ゾニキが直して押して右に行って2個直す。あ、じゃあ直すの無理ですね。すごいな。2人で直したってことですか。直そうとしては先端さんに。ああ、そういうことか。じゃあ容疑者4人ですね。どなたになります？え、エレジー原作や夏目先生。あ、夏目さん、無理そう。あ、メインの左から来たから無理。あ、はい、あ、奥様なんで。いや、だから、そう、あの、はい、あるとしたら、原さんが時間を偽装してるしかないですね。昨夜さんがやるなら。ありがとうございます。はい。エンジンルー、全然ない、タスクがない。ピンク、黄色。サガヤさん絶対インポスターやろね、君。君絶対インポスターやろ。ワイは知っとるんやで。ピンク。ありがとうございます。ナイボです。ナイボタン。用済みになりに行きました。あ、そういう。いや、俺コックピットでアドミン情報見てたんで、そこ出しときたいなと思っていて。はい、ああ、はいはい。リアクターが鳴る15秒前で、まず反抗が難しそうなのは東野さんですね。僕がコックピット見せた時に東野さんが入ってきて、はい、その前ってどこにいらっしゃいました？あ、え、そこよりちょっと情報早めにちょ言った方がいいかもです。どの道トーヤオラエラの、いや、っていうか左側にいた人が俺怪しいと思ってたんで。なるほど。あ、なるほど。うん、キッチンに2位いたんですけど、結局そのコックピットに合流してきた人がオラフ君だけだったので、キッチンにもう一人いた人が怪しいんじゃないかなと思ってるんですよ、死亡位置的にも。それ僕ですよね、多分。あのキッチン側である、キッチン展望デッキに行った後、さっき言った通りセキュリティ取ったんで、それは僕だと思う。あ、そうですね。はい、僕です。で、電気ついてって感じですね。はい、そうそう、そのと、あとはその通りです。ラウンジついてなかった？ラウンジらへんはついてた。ついてた。貨物に、俺が見た時は貨物に昇降機1、電気室1で、キッチンに通信室1って感じだったのね。貨物にのタイミング自分金庫をやってたと思ってて、うん、そっからラウンジなので自分は厳しいって思ってください。そしたら結構ロラ化できるかなと思ってま す, す、ね、自分のことを白く見てくれるのならロラをできるかなと。あ、だと俺かゲンさんのセルフかぐらいかってことですよね、多分。うん、うん、ぐらいじゃないですか。ごめんなさい、夏目さん白で弾けるんだったら構いませんけど、俺もそうですね、夏目先生絶対向いているならロラで構いません。そんぐらいしか情報がないけど一応出しとこうかなと。トーヤさんリアクターだった時にはもう見てないので、うん、うん、単純に考えると一番エレジーさんの経路が少ない。まあ、それが一番安心は分かります。なんで、まあ、僕ロラしてくれるなら俺から全然構わないし、万が一俺が釣られなかったらボタン巻いて生きてるんで。現次長しますが、まあちょっとお任せします。あ、なんかスキップめっちゃ、あ、なんかこういう言われ方するのか。一応再検討お願いします。はい、アドミン情報合ってんのかな。ありがとうございます。アドミン情報もう一回、え、ごめんなさい。まだいいか。ごめん。じゃあいい。アドミン情報もう一回右側押してもらっていいですか。俺が見た時は貨物に昇降機1、電気1と、キッチンに通信室1だったかな。で、コックピット1。合計何人だ。1、2、3、4、5、6、7、8人。僕その時シャワーがメインホール当たりますね。僕もその辺いたんだけど、まあ一応超正確ではないと思う。なんかシャワーアーカイブメインの情報は固
けてるかちょっと怖いなと思ってスキップ入れちゃったんですけど。そうだね、レジさんが電気室が上に上がってきて僕とメインで合流したんで結構黒いかなと思ったんですけど。ああ、シンプルに。はい、電さんまで釣るか電さんを残すか。電さん喋ってもらいましょうか。あ、はい、じゃあまあ白アピになるか分かんないですけど、私がインポスターだった場合は自分でまあセキュリティで切ってる素直にレポートしてるパターンか、まあ一リスをしてるパターンとかになってくるんですけど、どっちにしてもなんかインポスターっぽくないかなっていう主張をさせてほしいですかね。リアクター鳴らしといてセキュリティですっていうのってもう自分の首絞めまくりだし、仮にセキュリティで切ってとしてもメインとかもっと上の方にお肉を偽装した方が容疑も広まるんじゃないかなと思います。時間も出してますしね。ただ私がこれを言うことによってあえてやったんじゃねって言われるリスクもあるんで、まあとはいえ、まあ思うことは言っといた方がいいと思って言いました。はい、どうしましょうか。いや釣りたくない、悩むな。いやちょっと釣りたくなくなってきましたね。トヤスキップに入れます。トヤします。うん、一応入れときます。おお。そうなんか、ありがとうございます。え、決め落ちこれ。いや一番怪しいところを警戒したくらいですか、ね、だけ、うん、OK です。はい、黄色。もあるよね。ん、はい、はい、あ、まあ、はい、時間稼ぎのボタンです。はい、はい、マット。特に話すことはないです。うまい。あの可能性とか ないですよね。もうあとエロちゃんが、そうです、エロちゃんのアドミン偽装でしてて夏目先生パス出してるか。そうですね、そう思いますけど、高度な気もするけど、あのアドミンの情報の出し方がなんか明確じゃなかったんで、パスするにしてもなんか中途半端だなっていう印象を受けました。通るか分かんない。夏目を白置きしたいわけでもないから、貨物で2人いた方々がお互い白出しした方が絶対確実だと思うんだけど、いや夏目金庫やってたから分かんないんですよね。多分その意味はあったんだろうけど、現に2票入ったと思うんですけど、どなたでしょう。夏目と朔也さん、はい、なるほど、はい、はい。まあ一つ言うと夏目視点だったら源さんまで落としておけば確定だから、はい、分かります分かります。夏目さん視点は分かりますが、朔也さんは南幕もほぼほぼエレジさんと思うんですけど、一応安定進行で入れただけです。なるほど。夏目は消してるってことですか。消してるというか自然だなという、白でも黒でも入れるだろうなという感じです。あ、うん、視点はね、うん、あ、違う違う、あ、ごめんなさい、夏目が投与したのに自然っていう話じゃなくて、昨夜さん視点では夏目を省いて原産まで釣ってるってことです。ラウンジが、あ、ね、国人と情報出てるので、まあ弾きました、うん、まあ、OK です。別にそんなにどっちに入れててもおかしくない感じはしますけど、まあ切り待ちですかね、うん、こういう時どうやって動くのがベストなんだろうっていつも悩むんですよね。タスク爆速で終わらせてもらおうと、はい、ほぼ落ちてるかな、ほぼ。怪物最近だけいいな。ダウンロードもあんのか。黄色。これは絶対向かいましょう。向かわないと容疑者に入っちゃうからね。不必要に。
茶色。黄色、茶色、水色、オレンジ。黄色、茶色、水色、オレンジ。ちょぼ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 。ジュワー。ほかほかほか。あとは、お持ちだけでいいね。はい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 、いいボタン素晴らしすぎる。ちなみにタスク終わりました。イエイ、終わりました。僕も終わりました。マジですか。あや、連鎖終わったんですか。ゲーム終わりました。へー、おー、じゃあ一応なんかゲンさんにじゃあカメラ見ておいてもらうとかしますか。何が起こってもカメラを見続けるみたいな、いかがですか。いいですよ。コミサボが怒ろうがずっと見ます、はい、ありがとうございます。病んでる人みたいですけど。東屋さんと見た相方は、うん、しゅ、うん、しぽーん。はい、セキュリティでセンターさんが来ました。ただ、切った周囲は見えませんでした。あの、コミサボで銃もずっとつけてたんで、コミサボが追ってきられたら、これは、ね、ゾリケさんとトウヤさんは僕が悪いわ。、はい、僕めっちゃ疑われるしかもわかんないですけど、最初武器庫なんですよね。展望のダウンロードタスクやった後、キッチンバーガーやって武器庫行ったって感じで。絶対見ろって言われたんでつけっぱにしてただけなんで。まさかやられると思わなかった。カメラ情報出せます。コミサボ前の情報ですけども、東屋さんが貨物室 の, みあの覚えゲーの覚える方に行かれたぐらいかな。ます、はい、他はちょっと、うん、ほとんどないと思います。記憶がもしかしたらあったかもしれないですけど、コミサボ僕直したエロちゃんも一回右から来たかな、うん、で最後に下から上に上がってくるオラフ君を確認しました。武器庫から上に上がってくる、うん、じゃほぼオラフ君とゲンさん、うん、ただカメラつきっぱだったじゃないですか。さすがにこれは主張しますけど、はい、キルクル上がんないですよ。私キッチン脇でずっとカメラ見てましたからね。ほぼオラフ君な感じが、うん、めっちゃますね、うん、まあ、他の方は絶対白取れるならもう僕とゲンさんのローラーで、うん、オラフさんだったとしても今のキルは素晴らしかったです。ゾニキさん目線、夏目先生難しいですか。あー、夏目先生って電気室側から来てます。サクヤさんと、通信室前ですれ違ってて、そのままエンジンホール、メインホール、シャワー室、アーカイブラウンジ、貨物室まで移動してます。アーカイブら辺ですれ違ってます、トレが。はい、ゾヌキさんとはシャワー室かな。あれ、ゾヌキさんとはラウンジ。エンジンルームにサクヤさんおられました。エンジンから一回左行って通信室の時この間の、はい、そこでずっと立ってました。はい、そこのエンジンにのルームで桜さんがチラッと映ったのだけ記憶してます。コミサボ前ですけど、まあ、これが一応カメラ見てる照明になればと思います。はい、であれば、はい、オラフ君でいいかなと思います。もう冒険して釣っちゃいました僕。うん。コ
雲切るすごいな、原始点すごい面白かったです。小見さん死体があったんだよね。小見さんも治ったらセキュリティにお肉あったんでびっくりしました。なんか手滑っちゃったんですよね今思いっきり。間違えたクリックしちゃって。ナイスファイト。いや申し訳ない、手つらちゃって。いやキルめっちゃうまかった。いや、うん、ずっとゲンさんキルしなあかんって言って、ゲンさんゲンさんって言ってて、あーっと思ったらなんかセンターさんがいて、え、なんでセンターさんここにおんのって思って気づいたら左クイック押しちゃってて、カメラもついてるしと思って。え、滑って殺される。いやもうマジか。いやー申し訳ない。ゲンさん眺めてましたよね、センターさん。そうそう、眺めてたじゃなくて、コミサボ中ですけどカメラをずっとつけてたんで砂嵐だったんですよ。なるほど。それが戻ったら鬼。申し訳ない、僕ゲンさんにカメラ見に行けって言ったのにめっちゃ近づいて、はい、そこで殺されちゃった。最悪なことやっちゃった。申し訳ない。昼くる上がんないんで大丈夫です。あ、いやもうゲンさんいつもありがとうございます。はい、僕が初手死んでいつもゲンさん見つけてくれるから。いやもうちょっとアルマさん死ぬからな。いつも死ぬ。バイタルナイスでした。次も初手死しますよ。